この辺りまで来ればもう第三方面軍の勢力圏内のはずだ。ドーム整形までもう一息だな。誰に会いたいんだって？用がなきゃ来ちゃいけないのかい？例えばたわいもない世間話をしにとか。当たりだよ。何かいいニュースが届いてないか確かめに来たのさ。マイヤーズ司令、通信をキャッチしました。この暗号パターンは広告群のものです。おっと、いいタイミングだね。暗号を解読しました。読み上げます。東方第三方面軍ギムソン星系駐留艦隊、付近を航行中のエルシオールに次ぐ。この通信をキャッチしたら東方と合流し、ドーム星系までご一緒されたし、ポイント YJN674 にて待つだそうです。第三方面軍合流だって？ということはエルシオールを迎えに来てくれたんですね。通信には非常用を含めて2つのランデブーポイントの座標も示されています。これで味方と合流できますね。いや、おかしいぞ。この辺りにいる広告軍がなぜエルシオールのことを知っている？俺たちが隠密行動をしていることを忘れたのか？敵の罠という可能性はないかい？広告軍の中にはエオニアに寝返った連中もいるはずだ。そこから暗号コードが漏れたか。ありえない話じゃないな。なぜだい？ドライブアウト予定時刻まであと40分です。了解。いよいよだな。補給の件といい、今回の合流といい、なんだか運が向いてきたって感じがしますね。しょうがないですよ。ポイントの手前には小惑星帯があります。黒のドライブでは抜けられませんからね。なんだよ、神器臭い顔して。味方と合流することはさっき館内放送で伝えてあるだろうが。それは構わんが、16時までには戻れよ。お化けの噂が本当かどうかも確かめてきてくださいませんか？それ、私も聞いたことがあります。夜になると、この館内で巨大な大福餅みたいなお化けが出没するんだそうです。大福のお化け？バカバカしい。夢でも見たんだろ。
あら、タクトじゃない。失礼ね。この靴を見れば想像がつくでしょ。リフォームできないか挑戦しているところでした。あまりの凄さに私も驚いちゃったわ。さすがに自分の部屋ではできないわね。何よ、私の部屋にこんな匂いがついたら大変じゃない。ブラマー師匠会から買い物したでしょ。その時靴用のリフォーム用品を売ってたのを見て、これならあの靴が作れるかもって思ったの。誰にも言わないって約束するなら教えてあげてもいいけど。気になる？じゃあ教えてあげる。この靴を使って君の名はシンデレラの靴を再現しようと思ってるのよ。あの名作ドラマを知らないの？あんた人類として失格だわ。さまざまな苦難を乗り越えた末、ようやく愛する人と結ばれたヒロインが人々の祝福の中で踊るラストシーン、もう100回以上は見てるけど、いつ見ても感動するわ。そのラストシーンでヒロインが履いてたのがこの靴なわけよ。まあまだ作りかけだけど。正直ちょっと自信ないかも。でもいつか必ず私のものにしてみせるわ。ドラマのヒロインになってみたいじゃない。あ、私は最初からヒロインよ。決まってるじゃない。何よ、その笑いは。あんただってヒーローに憧れたことぐらいあるでしょ。らしい答えね。だけどたまにはヒーローになってもらわなきゃ困るわ。味方と合流できたとしても、私もあんたもエオニア軍との戦いが終わるわけじゃないでしょ。ドラマに例えるとヒロインは私、敵役はエオニア軍とするとヒーローがいないじゃない。そこであんたの出番ってわけ。ヒーロー目指して頑張りなさいよ。当然じゃない。男なら私みたいな美少女のために働かなくてどうするのよ。タクト、ちゃんと聞いてる？おや、司令官殿、見回りかい？まあ、日課みたいなもんだからね。何が起こっても対応できるようにしておくのがパイロットの仕事だよ。司
かかる言い方するね。もうすぐお仲間と合流できるんだろ。予感ね。いや、いいよ。むしろ正直に言ってもらえただけありがたいさ。何も心配ないと言われて後で不意打ち食らうよりも、何かあるかもと覚悟していた方が腹が据わるってもんさ。そしたらよかった。何かあったらエンジェル隊に声をかけてくれよ。私たちはそのためにいるんだからさ。あ、こんばんは、タクトさん。申し訳ありませんが、少々お待ちいただけます？今ちょっと立て込んでおりますの。いえ、問題ございませんわ。あ、終わりましたわ。どうぞお入りください。いらっしゃいませ。今お茶をご用意しますわ。ああ、あの箱ですか？あれはこの前の補給で手に入れた新しい洋服の箱ですの。さっきまでその整理をしていまして。ちょうど終わったところでしたので。ところで今日はどんなご用件ですの？お化けですか？それは一体どのような？夜に大福餅。それは…いえ、何でもありません。怖いですわね。そんなものが夜な夜なうろついているなんて。え、私何も存じ上げませんわ。お化けというのも、きっと何かの見間違いですわ。あまりお気になさらない方がよろしいかと。お気をつけて。いい若いもんが何言ってんだい。聞こえていましたわよ、タクトさん。司令官が運動不足で病気になりましたなんてことになったら、笑い話にもなりゃしないよ。たまには体動かした方がいいんじゃないかい？寝る前に軽いストレッチをするとよく眠れるそうですわ。ちょうど今もその実践をしておりましたの。昨夜は夜更かししすぎたもので、次に目が覚めた時にはきっと味方と合流しているのでしょうね。合流できたらって話さ。まだ気を緩めない方がいい。そうなんですの？何か危険でも？妙な予感がするんだとさ。私はそういうのを信じる方でね。念のため用心はしといた方がいい。なるほど。おいしいお話には裏があるという言葉もございますもんね。
それでこそいつものタクトさんですわ。そうそう、お前さんはそうやってどっしり構えていりゃいいのさ。それが結局うまくいかなかったわ。はあ。本物の靴はドラマの撮影用に特別に作られた一足だけしかないのよ。だから自分で作ろうとしてたんじゃない。はあ、そうね。ありがとう。時間ある？雑誌の記事であんたにぴったりの心理テストがあったのよ。そう、あなたはリーダーの資質があるかってやつ、やってみない？じゃあ早速いくわよ。第1問。周りの人間からの意見はよく聞く方だ。イエスかノーか。じゃあ第2問。状況に流されず冷静に自分を見つめることができる。イエスかノーか。あ、そう。それじゃあ最後の質問よ。仕事と恋愛、どちらか片方だけを選ぶとしたらどっち？なるほど。じゃあ結果を言うわね。あなたはまさに人の上に立つべくして生まれてきた人です。周囲の人々をうまく導いてください。だって、あんた意外とリーダーに向いてたのね。見直したわ。何にせよ、ペルシオールの司令官があんたであることには変わりないわけだし、私たちを後悔させないよう頑張ってよね。
やっぱり若くて美形で背が高くてお金持ちで私一途な人がいいな。あとリゾート惑星に別荘があって。何よ。じゃああんたの好みってどうなのよ。私が言ったんだからあんたも言いなさいよ。もしかしたらこの船の中に好きな人がいたりするんじゃないでしょうね。あ、ちょっと待ちなさいよ。これで解決するかも。え？エッグプランツってナスビのことだったんですか？かー、私てっきり卵の味がする野菜だと。これでたくさんお菓子を作ろうと思ってたのに。わかりました。だったらナスビのお菓子に挑戦します。そうなんです、フォルテさんもそれが私のいいところだって言ってました。はい、完成したらタクトさんもぜひ召し上がってくださいね。非番の時間なんだからね。後でちゃんと振り返ってよ。取り越し苦労で終わってくれるといいけどね。まあいい、それじゃあ格納庫に行くよ。了解。今ちょっとパン生地をこねてるところだったんですけど、少し遅れて行ってもいいですか？ダメ、さっさと来る。あとはミントはどうしたんだい？はい、どなた様ですの？なんだ寝ぼけてんのかい。
温床機で待機命令だ。さっさと起きてくれ。わかりました。せっかく寝ついたところでしたのに。エルシオール、ドライブアウトします。通常空間に出ました。予定通り前方の小惑星帯に進路を取ります。速度130に落とせ。ここを越えればギムソン星系艦隊とのランデブーポイントだ。やれやれ、ようやく安心できそうだな。エルシオール単艦でよくここまで来れたもんだ。そうだな。やっと仲間と合流できるっていうのに、お前の感想はその一言だけか。嬉しいなとか、よかったよかったとか、いつものお前みたいにもっと喜べばいいじゃないか。小惑星帯を抜けました。ランデブーポイント、レーダー圏内に入ります。いえ、今のところ反応はないようです。いえ、むしろ予定時刻から80分オーバーです。小惑星を避けながら進むのに予想以上に時間を取られましたから。向こうも到着が遅れているんでしょうか。こちらハッピートリガー、ちょっといいかい。私たちエンジェル隊はいつまで紋章機の中で待機してなきゃいけないんだい。通常空間に出てからだいぶ経つし、仲間と合流するんだからもう戻ってもいいんじゃない。そろそろパン生地の空気を抜いて小分けにしておかないといけないんです。まだ眠いですよ。おや、聞き捨てならないことを多いだね。もしそうなってもちゃんと給料分の働きはしてみせるよ。それが私たちの任務です。私たちは昼夜を問わず文句の一つも言わずに頑張っておりますのに、信用してくださらないなんて悲しいですわ。私も悲しいです。このままだと生地が発酵しすぎちゃいますよ。そういう意味じゃないっつうの。タクト、どうなのよ。いつまで待機してなきゃなんないの。お疲れ。マイヤーズ司令、もうすぐ指定されたポイントに到着します。いや待て、こちらに近づいてくるあの小さな影の集まりは何だ。そんなことは言われなくても分かってる。補正をかけてモニター上で確認できるか。メインモニターに移します。広告群のものか。模擬戦に使ったんじゃないか。このポイントは軍事演習でよく使われる宙域だ。だから合流ポイントに選ばれたんだろう。昔の残骸が残っていても不思議じゃないさ。待ってください。残骸の周囲に漂っているガスや煙はごく最近のものなようです。
本物の戦闘が行われたんだ。当然友軍の船をスクラップにした相手とは。どうする？非常事態用の第二ランデブーポイントに向かうか。ここから離脱したならそこへ行く可能性が。たびたびすまないね。そろそろ引き上げてもいいかい？だって転身してるじゃないか。味方が見つかったんだろ？どうしたんだい？ねえ、ダクトさん、早く小分けにしないと大変なことになっちゃいます。いつまで私たちをこんなとこに閉じ込めておくつもりなの？まさか合流できなかったのですか？後方に複数の艦影を捉えました。こちらへ向かってきます。ギムソン星系駐留艦隊か。いいえ、友軍の識別信号は出ていません。エオニア軍です。やはりそういうことか。それにしても、今までの無人艦より速いな。どんどん距離を詰められてるぜ。ああ、いつでも出られるよ。司令官殿の予感が当たっちまったみたいだね。仲間が迎えに来たんじゃないの？どうやら敵のようですが、待機していて正解でしたわね。結果的にだけどね。いいわよ、長いこと閉じ込められてた鬱憤晴らしてあげるわ。みんな早く戦闘終わらせようね。そうしないとパン生地が。了解しました。というわけで、こっちのやる気は十分だよ。詳しい状況を転送しておくれ。